ビグルのマインクラフト1.5のザ・ドロッパーマップはマインクラフトのスピードランニングで人気があり、これまでで最も人気があり影響力のあるダウンロード可能なマインクラフトマップの一つです。このため、様々なカテゴリーやプレイ方法があることは予想外ではありません。エニーパーセントは、プレイヤーがゲームの開始からゲームの終了まで、 任意の手段を使用してできるだけ早く取得することを含む人気のあるスピードランニングカテゴリーです。これによりユーザーはゲームの終了時に終了する限りレベル、ミッションおよびアイテムをスキップできます。バグやグリッチもプレイヤーの利益のために使用されることがよくあります。ザ・ドロッパー A2% ーースピードランでは 開始エリアから終了エリアまで可能な限り短い時間で移動する必要があります。タイミングはスタート時にドアに入ると始まり、エンドエリアに入ると終わります。スタートエリアからエンドエリアまでできるだけ早く移動するにはどうすればよいですかこれを行うにはゲーム内の17レベルのうち16レベルを完了するだけでエンドエリアにアクセスできます。 スポイトにレベルスキップはありませんかいいえ、レベルをスキップする公式の方法はありません。ただし、レベルをスキップするために使用できるグリッチがあります。レベルを完了した後、次のレベルを試す前に、スポーンポイントは自動的に次のレベルより上に変わります。実際には、壁のセットスパーンポイントボタンを使用する必要はありません。 自動的に設定されるプレイヤーのスポーンポイントを有利に使用することができます。または、少なくともスポーンポイントが最初に設定された場所に使用することができます。ゲームはスタートエリアの外の水で始まりますが、スポーンポイントは実際にはそこに設定されていません。これをテストするには、水中で羊毛に穴を掘り、溺死させます。 ビグルがリリースバージョンの開始前にゲームをテストした場合でも他の理由により実際にはレベル17の前の最終チェックポイントでスポーンします。ここから反対方向に走ってエンドエリアにたどり着くことができます。これはエニーパーセントスピードアタックには死ぬための最速の方法を見つけることが含まれることを意味します。 スピードランの最初のドロッパーの前に死ぬ方法はありません。最初のドロッパーを倒して死ぬと、リスポーンポイントはすでに設定されています。つまり、最初のレベルでリスポーンします。スポーンポイントが設定される前に、実際には最初のレベルで死ぬ方法があります。最初のドロッパーですぐに死ぬと、 スポーンポイントが設定される前に死ぬ可能性があります。落下し始めたらすぐに横に移動することで、ドロッパーの横にぶつかって死ぬのに十分な勢いを得ることができます。ここから後方に走ることができ、トンネルの終わりに到達して落下し始めるとすぐにスピードランが終了します。バージョン1.5では、これを約25秒で実行できると確信できます。 この実行はゲームを完全に中断し、プレイからの挑戦を取り除きます。これにより、マップのスピードランドットコムリーダーボードがエニーパーセントカテゴリーから除外されました。ゲームを打ち負かすことを簡単にする他の多くのゲーム戦略では、カテゴリーを上場廃止することは正当化されませんが、人々がこの戦略について学ぶために、 実行を続けるかどうかに関係なく意味があります。